皆さん、いかがお過ごしでしょうか。もう自宅にこもってかれこれ4週間ぐらいですかね。今日はあの腕トレをね、自宅でできるやつでご紹介いたしますん で、はい、でやっぱりこの前使ったんですけど、やっぱダンベルね、これがあるとまあいいです。ただまあこれない人もね、あのペットボトルとかフライパンとか、ただまあフライパンですか、鉛筆削りとかそういうちょっと重たいものを持てばね、はい、まあ、大体できるんで。というわけでじゃあ早速腕トレやっていきたいと思います、はい、で自宅でやるっていうのはポイントを抑える必要があって、一つはまあ勢いを極力つけない、極力筋肉を意識できるようなポジションに持ってくる、また極力あの人に迷惑をかけないこの3つですね。例えばガンってダンベル置いたりしたら、はい、あれって下の人がね、そうそうなっちゃったりするから、はい、まあ、そういうのは極力やらないっていうことは大前提になります、はい、なんで自分もそこを守って今日は腕トレ皆さんに紹介 したいと思います。お願いします、はい、はい、じゃあまず最初の種目はアームカール、普通のだけど、普通にやるとね、あのバーベルとかって重いからこう上げたくなるわけなんですけど、何せまあ4キロから6キロくらいまでしかないわけですよ。それでやるためにはまずは勢いをつけないっていうところなんで、勢いをつけないための壁にこうつけちゃってますね、体を。でさらに上腕のここの部分を壁に押し付ける。この状態でカールすると全く勢いつけられないみたいな。二頭筋っていうのはこの状態よりもスピネットしただけでこんなに違うわけですよ。だからなるべく外側にひねりながら、手首をひねりながら上げてあげるともっと筋肉が縮むんで辛いはずです。なのでそこら辺を意識しながらしっかりつけて、でスピネートする、スピネートする、でゆっくり落としていく、スピネートしながら上げていく、下げていくと。ここでいかに力入れられるか、まあ小沼さんに見てもらえるかどうかがポイントになってくるんで。そうなんですか。その二頭筋ピークにね、ピークを出してあげる。ただ太い腕っていうのはね、あんまり評価されないんで、ちょっとこうスピネートすることでコブができるんですけど、はい、そういう腕になってます。評価されないっていうのは小沼さんですか。うん、小沼さんと目が合わないととりあえずあの6位以内には入れないんでそうなんですか。そう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 いう感じね、はい、うん、で結構きついですよこれ、言ってもここで大体こうピークを出すようなトレーニングですよね、はい、これが2頭の一種目になります。はい、じゃあ次はこういった高さのあるベッドを使って、はい、プリチャーアームカールをやります、はい、で、こういう状態にしてあげてですね、はい、よいしょこういう状態ね、はいはい、でこう、おお、これも、はい、よなるべくスピネートを入れてあげると、はい、こういう状態。うわすげえな、これまるでゴールドジムでやってるようだよこれスパイダーカールとか言いますよね。スパイダーだね、はい、うん、こういう形になりますね。あ、はいはいはい、こういう形でやっているかのようにできますから、はいはいはい、これはどっちかっていうと曲げ切っても抜けない種目になるんで、どっちかっていうとこういう風にかかってるんで、曲げ切ってもっていうところになるんで、しっかりこう曲げたところで結構止めてあげると、まあ、4キロとはいえより強い負荷を感じることができます。はい、はい、で2投最後の種目は若干こう腕がこう伸びながらこうストレッチかけながら負荷をかけるような種目になるんですけど、はい、これはね床があればできます。床があればできる種目ですか。はい、ただ可動域がすごい狭いんで、本当にストレッチ伸ばして、トレーニングするけどあんまり縮まないっていうトレーニングですね。まあみんな開くかなって、こうやって家で俺もギリギリなんだけど、ギリギリですね、はい、であの腕ってここだとあんま伸びないんですよね。こうしてくると二頭も伸びてくるんで、なるべくまあストレッチポジションというのはこの辺ぐらいになります。こういう状態。ぐーっと曲げるだけですね。伸ばして、曲げて、伸ばして、曲げて。結構伸びてます。伸ばす意識ですもんね。そうそうそう。はい、ここでぐっと一回伸ばしたらこの感じで、ぐーっと曲げて。これ収縮は入んないですよね。収縮は入んないです。これ以上いくと今度逆に三頭筋になっちゃう。二頭さんと両方鍛えたいってなったらこれでいいんですけど、はい、あの二頭だけだったらここまでですね、 W ぐらい W ぐらい、はい、ああ気持ちいい。このまま俺結構あれ朝まで寝てる時あるんで、え、手動かしながらですか。う、そうすると朝ねすごいことなってる二頭これぐらいになってる張っちゃってですか。張っちゃって薄いです。はい、じゃあ先ほど言ったねルールを守って今度は三頭筋のトレーニング。先ほどのルールどういうことですか。なんだっけ、勢いをつけない、はい、下の人に迷惑をかけない、あとはきついって言わないそんなこと言ってましたっけそんなこと言ってました、きついって言った瞬間、はい、もうゲーム終了ですから。あ、本当ですか、はい、はい、これね、はい、ゴールドジムだぞここですか、うん、はい、保育園じゃねえんだ誰の名言ですかそれ。シワちゃんの絶対言ってないですよ、そんなことその人知事になれないですよ。どこだと思ってんの、ね、始めましょう。まずよくみんながやる
この動きね、肘がまあこの辺にあってこうやるやつね。これもゴールドジムでやるとついついこう肩で引っ張っちゃって広背筋とか三頭筋以外の筋肉を使いがちになっちゃうんですけど、今日はそれを封じるためにここよりも少しこう前上の方ね、この辺でセットしてあげてください。こうするとねもう抜けちゃうんで肘がぐーっとくる状態、この辺、この状態でかなりビンビンに三頭にかかってますから。でこっからこう上げたくなる気持ちはわかるんですけど、それだと結局抜けちゃうんで、前回の肩トレと一緒で重力からちょっと外してあげる、こっち側に。そうすると今もうこういう力が働いてるんで力は入ってます。でこう曲げていって、でこっち側にこう伸ばしていく。こうね、わかる、はい、グレーのライブとか行った人だったらわかると思うんですけど、こうやってやるじゃないですか。これと一緒、要領は。ここグレーの曲流しながら、ハウエバーですか。ハウエバー、ハウエバーじゃない、どっちかっていうとサバイバルじゃない。サバイバル聞きながらやるとライブに行ったような感覚で応援しながらね。しっとりしちゃダメですもんね。しっとりしちゃダメです、ね、ダメ絶対。もうしっとりしちゃうと、はい、本当にバターとかそういうのも必要になってくるから、パンドケーキで言うと、うん、そうですね、そう。はい、じゃあ次は収縮系ね。収縮ポジションっていうのをまずは皆さんに知っていただく必要があります。腕っていうのは曲げたら二頭だったら縮むとか、伸ばしたら三頭筋縮むって、僕は確かにそうなんですけど、もっともっと縮めるポジションがあります。まずここでね、こう伸ばしてみてほしいですね、皆さんね、三頭筋ね。そしたら手のひらを下にしながらそのまま後ろにやってみてください。めちゃめちゃ力入るはずなんですよ、三頭筋に。同じ伸ばすでも体側よりも後ろで伸ばした方が三頭筋っていうのはね縮むんですね。これもムツゴロウさんが言ってました。それが人間なんですねーっつって。あ、そうなんですか、不思議ですねー、そういう生態なんですねということで、へー、そのなんかムツゴロウ王国を見てねやったわけですよ。はいはいはい、はい、そうですね。で最初は片手ずつやると簡単です。このままこれだったらあんまいかないんで、はい、こういう形にしてあげれば。あ、はい、はい、でこっからチキンやや二人を対応してるんで。あれ今一瞬言いませんでした、なんかいた、手で言いませんでした、うん、チキンやや二人を対応してるんで。そんな感じですか。こんな感じの意識、マジですか、意識としては。だから、はい、こっからこれを要するに、はい、これこうするといいですね。自分はなんかそのどっか壁持ったりすることを勧めてます、はい、こういう感じでね、はい、こういう感じで、マイクみたいなのってこうやってやれば持ってるだから。これで三頭筋バッチ縮んで、はい、こういう感じで。そういう感じですね、はい、はい、こういう感じで、はい、じゃあ最後は、極力三頭筋を伸ばしたポジションで鍛えるっていうやり方になります、はい、フレンチプレスですね。で普通だとフレンチプレスってダンベルこう持ったりとかしてこうやってやると思うんですよね、はい、これ見たらこうですよね。それを自宅で、軽い負荷だけどより刺激を加えるために片手でまずやりましょう。片手でやることと負荷を逃がさないために右手で持ったら左の方に傾けてもらいたいです、体を。ここを耳にこうつけます。つく人はつけて、お支えかなんかあってグッと伸ばしてあげる。こうすると何が違うかっていうと、こうすると500キロいけちゃうんですよ。結局重力からこう外してあげると500キロ無理です、傾けは。500キロどっちにしろ無理だと思うんですよね。でこうやってあげるとずっと三頭筋に張りを感じたまま、はい、こう鍛えることができると。彼女がいるからこうやってフォールディングしながらやってあげてもいいですけど、全然。ただ頭危ないから気をつけて。彼女の頭にダメージ落ちますからね。まあ映画見ながらできますね、これだと。はいはい、はい、これがポイント。だからまあ自宅でやるにはね、まずね重力でこうまっすぐ行くじゃないですか。そこから外してあげるところでプレスしてあげるとずっと負荷がかかってくるんで、非常にねこう効率よくパンプアップさせることができます。はい。あどりさん何やってるんですか。あ、隠しました今。ええ。何ですか。いやこれあんま言いたくなかったんだよね。はい。何ですか何ですか。最近トレーニング中に EA とか BCA とかあるじゃん。はい。一番いいねトレーニング中のドリンクっていうのを見つけちゃったんですよ。ああそうなんですか。 あんま言いたくないけどね、どこに行くっていう、これマジっすか。みんな絶対家にあると思う、これ。え、これっすか。うん、だって車考えてみよう、あれ。はい。すごいでしょ、パワー。そうです ね馬力すごいですもんね。オイル入れてるからなんだ。あ、そうなんですか。そこで何度も気づかなかったんだろうと思って、こうガロンで買っちゃった、はい、ガロンじゃないかもしれないですけど、ガロンで買っちゃったよね。これだともういろんな理論。あ、そうですか、うん、BCA とかもいいんだけど、はい、これそのまま飲むとすごい体熱くなってさ、はい、すごいから。すごいですか。上からも下からも出るから。上からも下からも出るから、出てくるから、はい、
結果痩せるっていう話ですよね。超痩せる超痩せつつ超エネルギーで痩せるから、はいはい、筋肉が膨らみながら脂肪が減るっていうねみんな好きなやつですよね。 HMB の5000倍の効果がありますから今度広告流しましょう。広告流しましょう、はい、HMB の5000倍ってすごいですね。 HMB がさプロテインの2億倍でしょ2億いってないじゃないですか。それのさらに5000倍だから2億はいってたかな、ねはい、すごいからこれ、はいうん、というわけでね、ちょっとご冗談なんですけど、はいはいはい、まあね自宅でもできるよっていうね、はい、ところですよ。でまあもうほらパンプアップしたじゃないですか。いやすごいです ね、はい、これぐらいパンプアップすれば、はい、あとはもう今日寝るだけでそうですね、もうそれが俺の仕事今そうですね、はい、というわけでね、まあ、自宅でもなんかスカイプとか使って仕事できる人はダンベルをねそばに置きながら仕事しながらまたっていう感じでやって乗り越えましょう。はい、じゃあ腕トレやってみー。